アラバマは、アメリカ合衆国のカントリー、サザン・ロック、ブルーグラスのバインド。1969年、アラバマ州、ホート・ペインで、ランディ・オーエン、いとこのテディ・ジェントリーにより結成され、その後すぐに、別のいとこジェフ・クックが加入した。当初、ワイルド・カントリーの名で活動し、1970年代、オリジナル曲を作曲して、 アメリカが州国南東部のバーを演奏して回った。1977年、アラバマに改名し、2枚のシングルで成功して、RCA レコードと契約した。1980年代、27曲が第1位を獲得し、7枚がマルチプラチナアルバムに認定され、数々の賞を受賞して、大成功を収めた。RCA からの最初のシングル、 テネシー・リバー以降、ラブ・イン・ザ・ファースト・ディグリー、マウンテンミュージック、ディキシー・ランド・デライト、イフ・ユー・アーゴナ、プレイ・インテキサス、ソング・オブ・ザ・サウスなどが、次々と第一位を獲得した。1990年代、人気は徐々に陰りを見せたが、それでもマルチプラチナに認定されるなど、ヒット曲を排出し続けた。2006年、2枚のインスピレーション音楽アルバム及び、 さよならコンサートを経て解散したが、2011年再結成して現在も世界中でツアー公演を続けている。伝統的なカントリーミュージックとサザンロックのブレンドにゴスペルやポップミュージックの要素を加え、クロスオーバーにアピールして成功につながった。大規模なツアー公演を行い、ロックコンサートのような照明や舞台装置などを使用した。 ビルボード死のカントリーチャートで30曲以上が第1位を獲得し、7500万枚以上を売り上げ、売れた音楽家の一覧に名を連ねている。オールミュージックはアラバマをカントリーバンドに分類し、アラバマの成功をしのぐカントリーグループは他にいないと記した。また、カントリーに限らず全てのジャンルにおいて、ベストセラーバンドの一つとされている。 アラバマが結成されたアラバマ州ホーとペインの1999年の風景1969年、いとこ同士でギター奏者のランディ・オーエン、ジェフ・クック、ベース奏者のテディ・ジェントリーの3人は生まれ育ったカントリーミュージックの影響を強く受けているアラバマ州ホーとペインで結成された。オーエンとジェントリーはアラバマ州北部のルックアウト・マウンテンの別々の面下農場で育ち、 共にギター演奏を学び、6歳になる前に教会で歌っていた。1960年代、ジェントリーと応援はポップからブルーグラスまで幅広く数々のグループで活動した。1969年、クックが加入してヤングカントリーを結成し、クリスマス前後に最初の演奏を行った。クックも数々のバンドで活動し、ロックンロールディスクジョッキーとしても活動していた。 三人は、それぞれがボーカルを担当し、他のいとこのジャッキー・オーエンがドラムを担当して、最初のラインナップが完成した。彼らの最初の演奏は、高等学校でのタレントコンテストで、マール・ハガードの曲を演奏し、優勝して、グランド・オール・オープリーのチケットを獲得した。しかし、オーエンはまだ高校生、クックは、ウェスタン・エレクトリックに勤務、ジェントリーは、 カーペット設置の仕事で、忙しく、なかなか音楽活動ができなかった。クックは大学に進学し、応援は軍に入隊したためさらに音楽活動から、遠のいた。1972年、ドラム奏者に、ベネット・バータニアンを加え、プロのバンドとなり、ワイルドカウントリーと改名した。この時期、テーマパークのキャニオンランドで、定期的に演奏した。このテーマパークには、ジェリー・オレス、 ボビー・ベア、ナーバル・フェルツなどのスターが出演して、ワイルド・カントリーは彼らのバックバンドを務め、この演奏の後に1時間のダンス音楽を演奏した。その後演奏する機会も減り、クックがアラバマ州アニストンで市の職員に就く予定がなくなってしまった。応援はジャクソンビル州立大学で英文学を学び、クックは電子系の職に就いた。3人は アニストンの月56ドルのアパートに同居し、夜や週末に演奏を続けた。1973年、プロのバンドとして成功するため、アメリカ合衆国南東部のバーを演奏して回った。3月、3人はサウスカロライナ州マートルビーチに転居し、バウリーというクラブで週6日演奏した。特に、レーナード・スキナード、マール・ハガードのカバー曲でチップを稼いだ。 レコード会社との契約がまだ取れなかったため、自身でレコーディングを行った。ホートペイン銀行から4000ドルを借金し、演奏の際に売るためのアルバムをレコーディングした。バータにアンが脱退し、4人のドラム奏者が交代で演奏していたが、1974年にディック・スコットがドラム奏者として定着した。数々のレコード会社にデモテープを送ったが、返事は少なく、 ようやく GRT レコードとレコード1枚の契約を取り付け、1977年にデビューシングル I want to be with you を出版した。GRT はソングライターとして彼らに興味を持ちアラバマバンドに改名するよう説得し、後にアラバマに改名した。曲はチャート入りせず、翌年 GRT は破産申告した。GRT との契約の中には、 他のレコード会社との契約を禁じる項目が入っていたことにこれまで気づかなかった。その後2年間この契約を買い取るために資金を調達し、1979年再度レコーディングを行うことができた。自身でワイルドカントリー、デューセスワイルド、アラバマバンドナンバー3を出版し、1年間で300公演をツアーした。ラジオでシングル アイワナカム・オーバーをかけてもらうため、ラジオプロモーターを雇い、番組ディレクターやディスクジョッキーに手書きの手紙を送った。ダラスを基盤とする MDJ レコードと契約することとなった。スコットが脱退し、ロックドラム奏者のマーク・ハーンドンが加入し、後に彼ら独特のサウンドをもたらすこととなった。アイワナカム・オーバーは彼らにとって初めてラジオでヒットし、 ビルボード死のカントリーチャートでトップ42ランクインした。それは起こった。私たちが考える隙もない間に起こった。ある日私たちはマートルビーチにいて、数日後にはリック・クラークのアメリカンバンドスタンドに出演していた。死ぬんじゃないかと思った。これはすごいことだ。次には全米放送のテレビで年間グループ賞となったのだ。 ランディ応援が語るバンドの驚異的成功次のシングルマイホームエスインアラバマはさらに好評を受けトップ20にランクインした。チャート入り後テネシー州ナッシュビルで年1回行われるカントリーラジオセミナーでリーバ・マッキンタイアと共に新人として出演した。バンドとしてよりむしろスタジオミュージシャンと共に演奏せねばならずチャンスをうまく生かせなかった。 にもかかわらず、バンドはいくつかのレーベルの興味を引き、1980年4月、RCA レコードと契約した。RCA での最初のシングルで、ハロルド・シェドのプロデュースによるテネシー・リバーは、ビルボード氏のカントリーチャートで初めて第1位を獲得し、以降30曲以上が連続で第1位を獲得することとなった。キャッシュボックス誌により、 年間新人ボーカルグループ賞を受賞し、これがバンドにとって最初の受賞となった。1980年7月、長年にわたるバウリーでの演奏をやめた。この時の成功はバンドにとっても驚きであった。アラバマは RCA で自由に創作活動を行い、テネシー・リバーの後、重役や出版社の反対にもかかわらず、ホワイ・レディ・ホワイを発表した。 この曲は彼らにとって2枚目の第一位獲得シングルとなった。小さなクラブでの演奏から大規模なコンサート会場での前座まで幅広くにツアー公演を行った。さらにジョニー・カーソンのザ・トゥ・ナイト・ショーやザ・マーブ・クリフィン・ショーなどのテレビ番組にも出演した。1981年2月、メジャーレーベルから2枚目のアルバムフィールズ・ソライトを発表し、 ビルボード氏の総合チャートで第16位を獲得し、自身のアルバムで唯一3年以上トップ200に留まり続けた。1981年2月、次のオールドフレームが第1位を獲得し、5月フィールズ・ソライト、10月ラブ・イン・ザ・ファースト・ディグリーが続いた。同年、アラバマはビルボード市から年間新人グループ賞に、ラジオレコーズからは年間グループ賞に、 アカデミー・オブ・カントリー・ミュージックからは年間、ボーカルグループ賞に認定されるなど、音楽業界から高い評価を受けた。1981年、CMA アワード受賞式で演奏しただけでなく、インストゥルメンタルグループ賞及びボーカルグループ賞を受賞した。彼らにとって、これまでにない成功を収めたが、応援はツアー中に、父親が亡くなったことが大きく影響し、 私生活はうまくいかなくなっていった。1982年2月、アルバム、マウンテンミュージックをリリース1982年5月、マウンテンミュージック、7月、テイクメダウン、10月、クローズイナフツーパーフェクトと、アルバム、マウンテンミュージックから、シングルカットされた3枚すべてが第1位となった。同年、マウンテンミュージック、フィールズソライトが四倍プラチナに認定され、 全米デビューからたった2年間で1982年終盤までに600万枚を売り上げた。1982年、クリスマス曲、クリスマス・イン・ディクシーが、ビルボード氏の2つのチャートで6年にわたり、クリスマスシーズンになるとランクインした。1982年、ソロ歌手が受賞するのが通例であった、CMA アワードの最高賞、エンターテイナー・オブ・ザ・イヤーで、グループとして、 初めて受賞し、1984年まで連続で受賞した。また、マウンテンミュージックでグラミー賞、カントリー・ボーカル・デュオ、またはグループ部門を受賞した。1983年3月、アルバムザ・クローサー・ユ・ゲットが出版2ヶ月でプラチナ認定され、グラミー賞、カントリー・パフォーマンス賞を受賞した。このアルバムからのシングル、 ティキシーランド・デ・ライト、ザ・クロー・サ・ー・ユー・ゲット、レディー、ダウン・オン・ラブがアメリカ及びカナダで第1位を獲得した。1984年1月、アルバム、ロール・オンが出版され、4枚のシングル、ロール・オン、ウェン・ウィー、メイク・ラブ、イフ・ユー・アーゴナプレイ・イン・テキサス、ファイア・イン・ザ・ナイトすべてがアメリカ及びカナダで第1位を獲得した。1985年、 アルバム4 0アワー r Week からのシングル4 0アワー r WeekCan't Keep A Good Man Down がアメリカとカナダで第1位を獲得し、アルバムからの1枚目のシングル The a ノ No Way はカナダでは惜しくも第1位に届かず第2位となった。4 0アワー r Week はポップアルバムチャートとクロスオーバーでヒットし、アラバマの最も人気のあるアルバムの一つとされている。 1985年9月、クリスマス・インディクシーを収録したクリスマス曲のアルバム、アラバマ・クリスマスがアラバマにとっての初めての CD 版として出版された。ナッシュビルネットワークの提供で、テレビでもプロモーションが行われた。1986年1月、RCA からコンピレーションアルバム、グレイテスト・ヒッツが出版され、5倍プラチナ認定され、 1980年代に最も成功したカントリーバンドとなった。1986年9月のアルバムザ・タッチは彼らのこれまでのアルバムの中で最も評価の低いアルバムとされたが、シングルカットされた You've Got the Touch、ン・ウィア・ h m ン・ w h e の2曲が第1位を獲得した。1987年9月のアルバムジャスト・アスは同様の批評を受けたが、シングル フェイス・ツー・フェイス、フォーリン・ャ・ゲインが第1位を獲得した。1980年代終盤までアルバムはゴールド認定されたが、売り上げは徐々に落ちていった。リッキー・スキャグス、ランディ・トラビス、ジョージ・ストレート、ドワイト・ヨー・カムなどのより伝統的なサウンドに回帰し、アラバマの人気に陰りが見えてきた。にもかかわらず、ツアー公演は人気を博し続け、1988年、 初のライブアルバム、アラバマライブを発表した。1989年のサザンスターにおいて、ジョシュレオ及びラリーリーとバリー・ベケットとの間のプロダクション契約を分かつ、代わりに長年プロデューサーを務めたシェットと決別した。シングル、ソング・オブ・ザ・サウスが第1位を獲得し、アルバムからの他のシングル、イフ・アイハ d ト・ユー・ハイコットン、サザンスターは、 アメリカとカナダの双方で第1位を獲得した。同年、ビルボード氏から1980年代を代表するカントリーアーティストに認定され、赤もこの10年間を代表するアーティストに認定した。1990年代、人気は加工し続けたが、アルバムはまだゴールド、またはプラチナに認定されていた。1990年のアルバム、パスイットオンダウンの収録曲。 ジュークボックス・イン・マイ・マインド、フォーエバーズ・アズ・ファー・アズ・アイル・ゴー、ダウン・ホームが第一位を獲得した。オール・ミュージックによると、1992年のアルバム、アメリカン・プライドまでに、彼らはこのジャンルの大御所となった。カントリー・ミュージック、A、バイオグラフィカル・ディクショナリーのリチャード・カーリンは、若い観客に合うハーモニーを提案した。I am in, A ハリーが第1位を獲得して、 アルバムからの最大のヒットとなり、他の収録曲、テイク、エイリトルトリップ、ワンスアポン、エイライフタイム、ホームタウンハネムーンはトップ3にランクインした。1933年のアルバム、チープシーツの収録曲、レックレスが最後の第一位となったが、その後のシングルもトップ10に入り続けた。1995年のアルバム、インピクチャーズは18枚目のゴールドアルバムとなり、 当時カントリーで最高となった。1996年にはまだ CMA アワードのボーカルグループ賞にノミネートされていた。1997年、リズムブルースとビーチミュージックのアルバム、ダンシン、オンザ・ブーレバールが出版された。収録曲、サッド・ルッキン、ムーン、ダンシン、シャグイン、オンザ・ブーレバールはアメリカとカナダでトップ5にランクインした。翌年、 新曲2曲、How do you fall in l o v e k p n a p を収録した2枚組ベスト版、フォーザレコードが出版された。これらの新曲はカントリーチャートでそれぞれ第2位と第14位を獲得した。1999年15枚目のアルバム 20th Century でボーイバンドのインシンクの A Little More Time On You をカバーし、まだ現役であることを示したとされる。このシングルは カントリーチャートにおいて、カナダでは第1位を獲得したが、アメリカでは第3位、アメリカの総合チャートでは第29位となった。2001年、アルバムウェイ i トオールゴーズサウスが出版された。応援は、もし他に CD を制作することがなければこれが最高の作品と語った。しかしシングルはこれまでのような成功とならず、タイトル曲が トップ15に入ったのみで、バンドのキャリアのピークはこれで終わりとなった。2002年5月の CMA アワード受賞式において、40公演のアメリカで、さよなら、ツアー、スペシャルイベント、スペシャルテレビ番組を行うことを発表した。応援は、これには、様々な理由があり、それにはとてもプライベートなこともある。バンドが完全なまま尊厳を持ったまま終わらせると、語った。 応援は後に20年間ツアーやレコーディングを続けて可能でありメンバーそれぞれ時間が必要だったと語った。開幕前にすでに2 5 0 0万ドルの興行収入を上げ2003年6月から11月まで数々のアリーナで演奏を行った。ファンの熱い要望とチケット売り上げの高さにより2004年2月から6月まで30公演が追加された。 2004年10月、ノース・ダ・コタ州・ビスマークにて最終公演を行い、ハーンドンは冗談で仕事をくれと語った。その後、オーエンはソロで活動し、クックとオールスター、グッドタイムバンドは、ジェントリーと共にプロデューサー業及びバンドのロキットシティで活動した。ハーンドンと他のメンバーは活動中あまりうまくいっていなかった。バンドの写真撮影に参加し、 ファンクラブ開放や博物館に彼の写真が展示されても応援は彼を正式なメンバーではないと語った。応援はハーンドンがバンドの写真に参加していたのは単にレコード会社の戦略でハーンドンはバンドに雇われていただけでありメンバーではないとした。2008年5月他のメンバーが ドラム奏者のマーク・ハーンドンを相手取り、賃金過剰払いとして202,670ドルの返還を求めた。これは純利益であるとして、会計処理が終わる前に、ハーンドンに与えられたものとされたが、ハーンドンはこれを否定した。バンドはこれまでハーンドンを訴えなかったが、ハーンドンが自分も演奏していたにもかかわらず得られていなかった。 複数のライブアルバムや曲の利益を要求した後、バンドは彼を訴えた。応援は RCA がハンドンを加入させることで、ビートルズと似たイメージが得られると考えたのだろうと、語った。これらのトラブルに関わらず、後のインタビューで彼は嫌な気分をしたことはないと語った。2010年、応援は前立腺がんと診断されたが、 再結成に際して健康証明書が提出された。この再結成にはハンドンは含まれていない。2011年4月下旬の度重なる竜巻により、数々の家屋や事業が崩壊したため、アラバマ州バーミングハムでチャリティコンサートバーマライジングを開催した。ルーク・ブライアン、シェリル・クロウ、ブラッド・ペイズリーと共演し、2004年のコンサートの曲目を 主に演奏して210万ドルをあげた。ジェントリーは私たちは共に演奏していないと寂しいことに気づいたのだと思う。5、6年が過ぎて以前のようにやるのも悪くないんじゃないかと思ったんだと語った。2013年40周年を祝してツアーバックツーザ・バウリーを開始し、彼らがプロのミュージシャンとして活動を始めたマートルビーチのクラブバウリーの名を冠した。 また、バハマへ向けた戦場パーティ、ー、ザ・アラバマフレンズフェスティバルアットシーも行った。同年8月、2曲の新曲を含み、ジェイソン・アルディーン、フロリダ・ジョージア・アラインなど、近年のアーティストも参加した、トリビュートアルバム、アラバマフレンズが出版された。アラバマの音楽は、カントリー・トロック及び、ポップのミックスであり、 ラジオで頻繁に曲がかかる最初のカントリーバンドの一つであった。様々なジャンルから影響を受けているが、彼らのハーモニー、曲調、見せ方にカントリーミュージックから最も影響を受けている。音楽評論家のステ、イーブントーマス・アールワインは、カントリー、特にマール・ハガードのベーカーズ・フィールド・サウンド、ブルー・グラス、ナッシュビル・ポップのサウンドの影響を受けていると記した。 彼らはカントリーの影響を受けながら育ち、応援は第一にカントリー、第二にクロスオーバー。もしクロスオーバーを優先したら売り上げは良いだろうけれども、カントリーとポップの間で中途半端でいるよりもカントリーで1位を取りたいと語った。1980年代半ばまでにアラバマは一般的なポップロックの要素を増し、幅広いサウンドでプロダクションの意見も跳ねのけた。 アラバマの歌詞は彼らの故郷やその周辺を中心に据えたものが多い。最初のヒット曲、テネシー・リバーは彼らの故郷であり、山脈を流れる川の向こう側を物語っている。ディキシーランドでライトはテネシー州の田舎道を通る様子を綴っている。アラバマはアルバム及びシングル合わせて7500万枚を売り上げ、売れた音楽家の一覧に名を連ねている。 最も売り上げの高かったスタジオアルバムはマウンテンミュージックで2枚のベスト版、グレイテストヒッツ、フォーザレコードもそれぞれ高い売り上げとなり、この3枚だけで500万枚を売り上げている。多くのアルバムがマルチプラチナ認定されており、中でもフィールズソライト、ザクローサーユーゲット、ロールオンは4倍プラチナに、マイホーム、エスイにアラバマ、40、アワーウィーク、アラバマクリスマス、 グレイ a t e s t Hits Vol.3 はダブルプラチナ認定された。アラバマは様々な組織から200以上の受賞歴があり、カントリー事情最多受賞バンドとなっている。1981年 CMA アワードにおいてボーカルグループ賞とインストゥルメンタルグループ賞のどちらも受賞した。また、アクメアワードのボーカルグループ賞とビルボード誌の新人グループ賞も受賞した。 1982年から1984年、CMA アワードの最高賞、エンターテイナーオブザイヤーを3年連続受賞し、1982年から1986年、アクメアワードの最高賞、エンターテイナーオブザイヤーを5年連続受賞した。1989年、アクメアワードにて10年間の功績を称える、アーティストオブザディケードを受賞したほか、 ナルムギフトオブミュージック賞、アラバマ電動功労賞、カントリーラジオブロードキャスターズフマニタリアンアワード、プリンスマチベリー、ナショナルヒーローアワード、ボブホープフマニタリアンアワードを受賞し、さらに、ハリウッドウォークオブフェームに星を埋め込まれた。ザ・エンサイクロペディア・オブカントリーミュージックのマイケル・マコールは、アラバマをアメリカ音楽史最も人気の演奏の一つとなり、カントリーファンを大いに増やしたと記した。 多くのカントリーアーティストがバックバンドとソロという形式であった中、アラバマはフロントマンが3名であることのほか、それまでタブーとされてきた長い髪を束ね、髭を生やし、エレキベースやドラムを特徴としている。他のグループよりエッジの効いたサウンドで自身で演奏を及び作曲を行っている。アラバマは保守的で年配のカントリーファンに人気であるが、若い層にも人気がある。 カート・ウォルフは、アラバマについて、彼らは、若い層に人気があるが、その両親にも彼らのハーモニー、センチメンタルな歌詞、古風で家族向けの漢字が好まれると解説した。また、故郷のフォートペインも、有名になり、環境問題への関心も集めた。彼らのサウンドへのロックンロールの導入は、レストレス・ハート、シャナン・ドゥア、エグザイル、ダイヤモンド・リオ、ロンスター、リコシェット、 マベリックスなどのグループに影響を与えた。カントリーミュージック、ザ・エンサイクロペディアの作家であるアーウィン・スタンブラー、クレラン・ランドンによると、アラバマの1980年代後期の売り上げ現象には、アラバマが道を築いてきたことを認識していない、カントリーバンドの出現が影響した。アラバマが大ヒットする前、カントリーでヒットしたシングルの多くはソロ、またはデュエットであった。 アラバマのシングル及びアルバムの多くはカントリーだけでなくポップとクロスオーバーでヒットした。大ヒットはしていたが音楽評論家は彼らをあまり認めずカントリーとポップの境界が曖昧であることに対し無意味で薄っぺらで中途半端と記した。ボルチモアさんみはアラバマに関してカントリーミュージックを演奏しているがポップと区別がつかないとし、 神聖なカントリーの伝統を台無しにしたと記した。しかし、ゴルフなどのレビュアーは、アラバマの重大問題は、多くのコンテンポラリーミュージックに牽引される、計算されたサウンドであり、評論家はそのためアラバマを、まるで二流であると位置づけているのではないかと語っている。1982年初頭から1997年まで、アラバマは、ホートペインで行われる、 ジューンチャムのスポンサーであり、最大6万人を集客し、地元チャリティのために、数百万ドルをあげた。また週末にゴルフトーナメントや作曲家のライブなどを行う、ファンアプリシエーションデイズを開催し、ホートペインのチャリティに貢献した。応援は、カントリーラジオでのチャリティ番組、カントリーケアーズ・フォー・キッズを先導し、テネシー州メンフィスにあるセントジュード子供病院に7000万ドルを、 寄付した。アラバマは様々なチャートで40曲以上が第1位を獲得し、12枚のアルバムがトップ10にランクインし、うち10枚がビルボード市のカントリーアルバムチャートで第1位を獲得している。ビルボード市のカントリーチャートで第1位を獲得した33曲を一家に示す。ありがとうございます。